吉田さん、ビジネスの成功は幸せの連鎖、それは言えるかもしれないですね。やっぱりこう、家に住もうと思ったって、誰かがその家を作ってくれるというビジネスをしなければ成り立ちませんし、その家を買おうと思っても借りようと思っても、何がしかのお金がないと借りれたり買ったりできませんからね。ということはその人は、住まいのために何がしかのビジネスを、成立させてるってこともあるかもしれません。そしてですね、社会的にちょっと立場の弱い方とか、体が弱い方とか精神弱い方とか、いわゆる、ね、弱者というふうな、この弱者っていう言葉があんまり好きではないってためらっちゃうんですけども、そういう方に支援をしようと思っても、誰かが稼いだお金の一部が回っていくしかないと思うんですよね。そういう感じで、お互い様でやっていけるのかなと思います。でね、私あるね、事業家の方が、経営者の方がものすごくいいことを言われたなっていうのがあって、それを覚えてるんですけども、その方はね、かなり大きな会社を成功させて、すごく利益をね、たくさん上げられている方で、誰でも知ってるような名前の方だったんですけども、誰だったか忘れちゃったんですよね。その方が言われてるのは、私の会社が大きくなってビジネスが成功してたくさんの利益を残せたのは、この商品を買っていただいた方のおかげだと。要するに世の中がみんなでね、私の会社を大きくしてくれて利益を上げさせてくれた。だから得た利益ってのは、私個人のものではなくて、会社のものでもなくて、社会全体のものであるっていうふうなね、そんなこと言ってたんですよね。いやー、政治家さんに聞かせてやりたいですね。政治家さんっていうのは、言ってみれば、税金を納めていただいて、それを効率よく再分配するための決まりを作ってるに過ぎなくって、なんか不思議なのはね、お金を稼いだ人よりもお金を再分配した人の方が偉い人みたいになっちゃってるね。その構造ですよね。本当はね、お金を稼いだ事業を成立させて、一般社会の中でね、この苦しい規制の中で大きな利益を上げる、要するにたくさんの人が納得済みでお金を払えるような商品やサービスとかね、そういったものを提供した人が一番すごいんじゃないかなと思うんですけども、なぜかね、高額所得者になると国民からは妬まれて、高額納税者になると国税がなんかね、追い打ちをかけに来て、いいことないですね、金稼いでもね。なんか悪いことしたとか言われるしね、ネットビジネスで当てればなんか汚い金だとか言われたりね、あんたはいいよねとかね、成功者はいいよねとかになったりね、なんかそういうことが、妬みとか恨みとかつらみとかが渦巻く中で、それでも商品を作り、セールスし続けて、誰かの幸せのために、そして自分の幸せのために貢献し続ける。だからこの世の中にね、ビジネスとかね、お金を稼ぎに来てくれる人がいなかったらどうなっちゃうんだろうと思うんですよね。いや、自分はビジネスとか苦手なんでっていう人で世の中あふれ返ったら、みんながね、結局飢えて死ぬってことになるんですよね、きっと。そうはならないと思いますけども、なんか頑張れば頑張るほど、結果を出せば出すほど妬まれたりとかね、そんなまれたりとか、悪く言われたり思われたりするのは解せないかなと思うんですよね。ただあまり自慢げに誇らしく言うのもね、どうかなと思いますけども、でも苦労して成功したんだったら、その武勇伝とか苦労話語ってもいいじゃないかと思うんですけどね。どうなんですかね、あなたはどう思いますかみたいな感じですけどね。吉田さん、ちょっとね、ベルファイアの方が車検明日までだったみたいなんで、慌ててこれから持っていかなければなりません。幸いうちは台車がいらないんで、すぐ決まってお持ちくださいってことになったんですけどね、歩いて帰ってきますわ。車も別に使わないしね、使わないけど車検が来るってで、車検をすることによって、トヨタが儲かってね、車検の収入印紙がどっかで売れて、で、また高い車両税をね、今年は3台分か払ってね、全く稼げば稼ぐほど、持てば持つほど取られていきますよ。なんかよく言いますよね、お金を使ったら罰金、消費税、お金を稼いだら罰金、所得税みたいなね、会社を経営したら罰金、法人税みたいなね、何をしても立っても座っても
金取られちゃいますよ。いってらっしゃい。